Seventy eight point zero FM Naha Your Radio Station Okinawa. 明日はですね、はい、あの沖縄の、えー、お笑い一番を決めるお笑いバイアスロンという賞ーレースがありましてついに明日ですかそうなんですよ、うん、でまあこの結果の、まあ、我々も出場しますから、ええ、まあ頑張っていい結果報告できたらなっていうところなんですけどそうですねまあ今回は5大会目で、うん、我々はまあまあ毎年出てるんですけども5年連続はいこの大会に うちのおかんが地元奈良から毎回駆けつけて応援しに来てくれてるのね、うん、お母様も確か5年連続の出場、うん、ファイナリストですよね <laughs> ファイナリストとかまあ、か<あ>、ね、観覧やね観覧してるんですが、はいうん、まああのそのなんていうのかなバイアスが終わった後に、はい、まにささやかな飲み会みたいなのおかんがやってるのよまあまあねそうでしょうね、うん、でまあ、うん、1> 第1回目はもう家族だけでみたいなでもあの うちのおかんはコミュニケーション能力がお化けみたいなコミュニケーション能力してるからはいはいもう僕の Facebook の友達に片っ端から友達申請を送ってすごいですよね俺の人脈を自分の人脈にこう取り込み始めてるのよ <はい S 1> コミュニケーションとお化けっていうもねう <ん S 1> ワードくっつくとは思わなかったからねそうもう怪物なんですよ <うん S 2> まあ大城さんにも一回ね友達申請来て実家でできた野菜を送るという事件があったんですけどそうですね 俺の知り合いとかと一緒に飲み会をやるようになってバイアスの終わりでエモリかちゃんオフ会みたいなのが開催されるようになっててるのよほんでだんだんメンツ増えてきて今年のメンツすごいですようちのおかんととんこつ臭さんとおんぶひもさんとホルモンこはつさんほんであのほんであこの話をね他局でもホルモンさんと一緒にやってるラジオでも言ったんですよでまあまあ盛り上がって でまあ別に特にこの話を今日する気はなかったのね俺はい、はい、俺向こうでも話したしみたいな本番直前にホルモンさんから、はい、ちょっとフェイスブックのメッセージが来まして、はい、ちょ何やねんって何様やねんと思ったから逆に言うたろうと思ったのがあるんですけど「お疲れ様です、うん」「本日オリアワでエモリのお母さんとリスナーの飲み会は秘密にしてください、はい、メンバー増えるとまずいので」って <laughs> いや誰がまま誰やねん <laughs> です深夜ですああ言っちゃったいや言うよ逆に言うよ集まっちゃってこれもうあれよ何 ?SNS とかで写真撮ろうもんならはいそのお店の壁とかでうも推理してファンがどの層せるのにいやリスナーとビッグワンの広告の人でどの層が集まってくるのよそれバカええ江森明子で集まるんじゃない いや、一般人のおばはんでえ森やきコでカルタファンがいるんかそうですよあれってそういますから集まりませんよそんな店も言わないしえ森さんはい僕にもメッセージ来てましたあれは言わないでくれとそうなんですかはい僕はあのだから伝えるだけ伝えときますとはいそうですかで、うしと有うよ言うし何を 秘密だと別にあなたが言わなければ言ってなかったけどそんなつもりでなんだら言うよと言っちゃうといまあでもすごいですね改めてお母さんお母さんすごいよねどんな話するんですけどでもあのんだろうチンチンの手術みたいなメールが来るじゃないですか江守さんがちっちゃい頃ね手術して。 失敗に終わったとそういうのをだから江守亜希子さんの滑らない話として飲み会とかで披露してそれがずっと僕らにメールで返ってくるみたいなそうやねの俺の幼少の頃の恥ずかしい話は卸問屋は母やねんだからもしかしたらいろんな写真とか全部持ってきてるかもしれないですね仕入れ仕入れてそういえばメモ、ネタ帳みたいなのでうん 何聞きたいですかじゃスベらない話に挑む芸人さんみたいな感じでなそそううメモして話題をいやもう勘弁してるし尺長いやつがいいですか尺短くて面白いやつがいいですか豚骨臭さんが仕入れてこっちでまたアウトポットするアウトポット全県全世界に流れるとかなんよほんまにもういやでもすごいねこうやって着々と人脈を築いて人脈を。 どこ行っても、あの人やっていけると思うわ、多分。いや、そうでしょうよ。うん、モザンビーク行っても、多分。モザンビークでも、オフ会すると思う。<laughs> エボリハーが来るぞと。そうそうそう。ね。嫌ですけどね。はい。まあ、ま<っ>でも、なんかもう風物詩というか。うん、あのー、本来はあれですよね。うん 前今日、今日来てるんですかええとね、明日来るんやったかなあ,あ、そうなんですねうんでもあの、これまでのまあ流れとしてははいはいはい前日のオリジンアワー出演というのもう一つの恒例行事としてありましたけどねありましたけれども明日はもう明日 会場入ってみたいなところらしいですねもうついに当日入りになったんですねそうです審査員と同じじゃないですか審査員と同じンとかかもしれないありえるよなありえるよな逆に審査員の方が気付くかもしれないよなあれエモリのお母ちゃんっていう有名ですからねあるかもしれないて言ったって日本の放送業界のまあ裏方のナンバーワンと言っても差し支えないでしょう高須さんに直談判で息子を売り込みに行くというね <laughs> この母パワーそうなんですよねうん<ー>すごいですか頼もしいですよねはい、はい、まあでもおんぶひもさんとねとんこつしゅうさんもうちのおかんの相手してもらってそうですねありがとうございますありがとうございます僕の母も来るんですよあそうですか明日。お参加したりいないいや結構ですあそうですよね <laughs> 大丈夫ですいいな母のコミュニケーション能力が低いって羨ましいわだからでも母と母が撮った母リップサービスの写真が去年か、うんあ おととしかあったよねあったよな送られてきたよまあいいよねチチリップサービスも今度は行きたいねチチリップサービスはどうかなシックよそうやなおじさん同士のねカレー臭のケミストリーが起こるかもしれんなまあそういうわけで先ほどまでねそんなお笑いバイアスロンのリハーサルをはい このチャンプルーンはすっとこどっこ収録でしたがすっとこどっこはまだ今やってましたけどね僕らはひとまず終わって今ここに来ましたけどもねどうですか前夜ねえお笑いバイアスロンのリハーサルって審査をネタ通すんですけどねネタ通しますねガチでスタッフさんがつけるんですよねそうですねそれでリハの順位が大体本番の順位とまあある程度 トレースされるみたいなとこまあまあ言っても人間がつけてますからまあ、うん、な気持ちはなんかまあ適当につけてますよみたいな審査員、うん、ダミーの審査員の皆さんは言うんですよまあ本番のファイナリストの気持ち左右しないように、うん、まあでも言っても人間がつけてるよねっていう,、うん、いうような反映の仕方はしますよね。まこのね今回の第5回大会ですけど大体そういうい傾向があると僕らはもう大体分かってますよ。うん で、はい、割と俺たち今回そのリハでも順位が良かったのよ良、ね、かったですねだから、はい、俺ね変なね欲が出てきてもうたわあれで、うん、まあ4連覇の欲があーでも出てきたん、ね、で確かに、うん、去年は確か、うんあのー、去年も多分いいぐらいの順位で朝、うん、当日朝もうか回やるんですよね、うん、その時にかき乱してくるんですよはい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  なんかね順位をね順位をかき乱してくる昨日のあれ本当に気にしないでねみたいなはははいはいはい、はいうん、そういうリハう,うリハもしたいから、ね、1>, 1位が、うん、1> なんか去年あったんですようん、うん、リップサービスコント1位で、うん、1> あのリハーサルね当日の朝のリハーサルでうん、うん、でもコント1位が今まで、うん、あのー 漫才もいい順位でそのままメダリストになるっていう流れはあったけどコント1位がメダル圏外に一気に落ちるみたいなリハそういえばやってないねって言ってそれをリップサービスで僕らには伝えられない状態でやってで僕らがバーンって1位から4位に落ちて僕らは別にリハですよねみたいな感じだったけど顔に出てたんでしょうねスタッフさんが後で来てあれそういうリハだから気にしないでって。 っって言ってて言くれてなで,そうで本番にノーブレイキさんが1位から4位に落ちるっていうみんなで「リハやってよかった!」って <laughs> ね<え>、うん、ありましたからそうノーブレイさんが去年コントでね1位取ったけど,取ったけど漫才でちょっと下がっちゃって4位に落ちたっていうこれ初めてのケースだったんですよね「ねリハやっててよかったね」って今日のリハの時もあイむさんが去年を振り返って、はい、去年の今頃はここで「 漫才で急失速したんだな。謎の考えに浸ってましたよ。そうですね。うん。まあ、でも、リハーサルも、まあ、明日もう一回ありますけれども。まあ、まあ、いい感じでね。そうね。うん。あ、今ちょっと面白いのが、はい。去年のバイアスロンと、おとといのバイアスロン。コントと。あ、おととしの、え、バイアスロンは、コント部門両方とも。 のぶりさん1位なんですよねそのことの2連覇っていうのがちょっとお <laughs> <laughs> かいカギカッコというかなんか抜けてますよねコント2連覇してますけどっていう言い方 <laughs> そういう付け方はしてんけどねおいですよねあっ<ー>そうだちょっと歩さん関連でちょっとショックなことがありましてはい、はい、あの僕あの歩さんの誕生日にネクタイをプレゼントしたんですようん、うん、そんな高いのじゃないけど、うん、まあちょっと僕の中ではちょっといいのみたいな、はい、プレゼントして して、うん、アイムさんも喜んでくれて、はい、でバイアスロンの記者会見とかでもつけてくれてたんですねあ、嬉しいねうしいじゃないですか、うん、ほんでそ,それでまあ喜んでもらってると思ったらなんかアイムさんが沖縄の怖い話俺が出てるの見たらしくはい、はい、でなんか変な勘違いして俺がつけたネクタイと、うん、アイムさんにあげたネクタイを一緒のネクタイっていう勘違いをしてああんか見た目が。 似てるんですかねこれがね全然違うネクタイやねん。俺はストライプで俺が持ってるのはね。であゆむさんは斜めに柄が入ってるやつ。であゆむさんは金と青みたいな。で俺は白と茶色やねん。ああ全然違いますね。で素材も普通の一般的なネクタイのサテンみたいなのと俺ニットも全然ちゃうねん。であゆむさんはそれパッて見て俺がもらったやつと一緒だと。ああなるほどの エモリは一回使ったものを俺にあげたんだってなってはいはいほんで稽古終わったある日「ありがとうエモリネクタイ」って言って「<うん S 1> でもあれお前が一回使った中古のやつだったんだな」って言われて「<あー S 1> いやそんなことないですそんなことないです大悟さん新品です」っつって <はい S 1> 俺割と歩さんと仲いいというか大分 <うん S 1> さんも俺のことを信頼してくれてると思ってたんですけど <はい S 1> やっぱ結局は「エモリというフィルターで見てたんやな」一 <laughs> <laughs> 回疑うやん。 まさかなっていうまさかよく見たら違うわってなりそうなもんやけどパッて見てちょっと似てる感じがしたから「これはもうやったなエモリ」とちょっと似てる感じがする「エモリあやるな」っていう直結してもうてるやんいろんなこうエモリフィルターでいろんなもん確かにエモリでこしてますよねすごいよ素材も形も色も違うのに全てを吹っ飛ばして 勘違いさせるエモリのフィルターのつ強さあ<ー>ちょっと落ち込みましたね実際どうなんですかえ実際はほんまに違うから本当ですかほんまに俺の茶色と白のミッドタイ分かるやろちょっと分かんないなんでここ味方立ってくれへんだ、ね、<laughs> ほんでついさっきのおりちゃんも聞いてたの俺 あーなんかすっとこどっこい,いのね僕もちょろっと聞きましたけど俺の話ちょっとしてたのてなんか江森さんっていうフレーズは聞こえましたけどね <laughs> あのね江森さんってフレーズ聞こえたんで僕ちょっと消しました、うん、なんでやねんお前 <laughs> 相方の情報を耳から入れろちゃんと <laughs> なんか言ってましたプーキーがなんか言ってましたねそうあの 今回敗者復活として残ったけど本戦出場は残念だったっていう時にほんまにあいつら今年にかけてたから相当ショックやろうなと思って LINE で送ったのちょっと熱い文章をで前半部分はコピペで後半は俺ちょっと変えたのよあいつらは一言一句全部一緒だった江森さんもうちょっと頑張れんかったかなってああ2人にショートプーキーに送った そば師匠に関しては全く一緒だったからここでいつかどっかで話そうと思ってしゃべっとったって言ってるんやけど絶対文章違うねん <laughs> これもう「エモリ」というフィルターでああ<ー> <laughs> 一緒だと見たから一緒に感じたんやろうなはい、はい、なるほどねいやほんま違うの俺の中では文章変えてん、まあ、前半部分は一緒ね今年は すごい勢いやったけど残念やったなみたいな背景みたいなもんですよねますますご検証のこととみたいなことすすっとこどっこいに共通することよで送って俺はさてのあとねさてのあとさてこの度ははのところよが違うとまあプーキーは今やってることはあれやから腐るなよとプーキーはかこうふて腐れて投げ出すなよっていうのを送ったのでショーは自信喪失したらあれかなと。 したらよくないかなと思ったから大丈夫お前ら絶対結果出るから大丈夫だよっていう文章にしたのな正確に合わせて文章変えたと明らかに違うのにもうエモリフィルターで同じ日本語だから実質が一緒だろうと後ろ一緒だろうと後ろ一緒だろうと最後まで読む価値もないだろうとひどい話です本当に時世どうなんですか何がですか。 実同じなんす違うってほんまに染めを取った見るかほんま違う文章やもう見たらそれはもうなんで見たらもう本物になりますから本当のことになるになってや。ああそうかそうなんですよ励ましたつもりがうんラジオで悪口を言られるとはそうよ思いもしませんねプレゼント 誕生日プレゼントあげたつもりがプレゼントあげて疑われ励ましのメッセージ送って下げつまれなんか言っててそういえば言ってたな泉弥生の泉さんもなんかお会いしたじゃないですか先週僕ら収録でお笑い高校総体の時にお会いしたなんかあんた使いおろしのネクタイあげたみたいねみたいな見たライブさんフェイスブックにも書いてんねこれ まああからだから訂正しただろうけどこの記事しか見てない人もいっぱいいますいるわけやからその中古のネクタイを先輩に送ったクソ野郎になってしまったのよメルカラエモリーになったんよメルカラエモリーになったのまた新しいコミックス発売やもんピッコセキンタマさんの続編メルカラエモリーーメルカエモリ来週からはメルカラエモリーですはい LINE <laughs> の提携文もう売ってる。 ああ、そっか。エモリは本当に大変よ。エモリ大変だな。生地ハードモードよ、人生。顔でかい。頑張ってますね。痛風やし、毛深いし。ハゲるし。ハードモード。ハゲるしな。ああ、すごい、たくさん。ギャラリー。なんかね、僕、オリジンアワーもずっと、ね、聞いてますけど、いつも。なんかギャラリーの皆さんが、ずっと多いですね、最近は。やっぱ夏休み中、ことかね。 旧暦の,でしょうかの夏休みの、うん、うん,なんでしょうかねちょっとずれ,ずれてますよね<う>日本とはね。全然 スターでもないでですけどももスターないなっていう感じで帰っていきましたねみんななんかちょっと見てたけどスターっぽくはないなっていう分かんねやろなそういうのオーラでわかるでしょうはいということで明日あれですよお笑いバイソンですからそうですね会員観覧当たった方はぜひお楽しみにということでそうですよでまた外れてしまった方もテレビの前で「QAB5 チャンネル」で2時から生放送となっておりますのでねもう第5代の「 記念すべきチャンピオンが決まりますので5回というまあ節目のねそうですねあのオープニングの演出がめちゃめちゃかっこいいですかっこいいねちょっとねあの萎縮しちゃうぐらいねえ僕らでいいですかこれみたいな僕らですよスタッフさんなんかねちょっと面白くなっちゃうよねね確かにめちゃめちゃかっこいいんですけどイメージはまあ 筋肉付的的なな結構暗闇の中いろいろレーザーとかスモークとかまあまあ詳細はこれぐらいにしておきますけどレーザーとかスモークとか炊いてかっこいい中も照明がバーンってつくんやけどバーンってついたら首里石宗とかが映してたお前かい!」いやいやもっとなんかすごい人じゃないとあかんのちゃうかこのかっこいい演出っていうぐらいのかっこよさでも本当にありがたいですよね僕らとしてはあれさ一地方の ローカル曲がやそうねうんしっかりだからオープニングから皆さんぜひね2時からそうご覧ください頭からねオリジンはもう「新んとすリップサービス」が12番手ですぐ登場しますからそうですよ頭から見てくださいねほんであの僕的にはね記者会見を欠席してしまったことは当日もうなかったようなテンションでやろうと思ってたのよ まるで誰も知らへんのぐらいの感じで皆さんも思い出すなっていう MC とかもこのこといじるなと思ってたんですけど今日は追加の撮影で「ちょっと記者会見遅れた件ちょっと話聞かせて」前振り V で使われるはずやねんあれ前振りで前振り多分どっかで嫌だな嫌な情報入るなそうやネタ前にどういじられんねんまあまあでもまあ これはもう仕方ないことなんでね。スタッフさんもでも信頼します。絶対美味しくしてくれるとは思うんですけど。うん。楽しみだな。そういうところもオーリアはリスナーは楽しめるんじゃないですか？そういうところも。うん。というところですよ。はい。はい。ぜひ楽しみに。皆さんからのね応援メッセージとかも今日は。そうですよ。あれやりましょうよ今日。なんですか？三連単。やろうか。優勝予想の。 すっとこどこやってへんかったさっきやってました、ね、あれ俺らのやつやのに <laughs> いやいいじゃないですかそう、うん、いいの、はい、じゃあこれ一回 CM いってうそうですねやろうかちょっとやりましょうはい、えー、それじゃあメールアドレスが、うん、オリジン「i n f m n a h a j p ORIGIN「f m n a h a j p となっておりますかわいこちゃんが今ねブ、うん、ースの外で手を振ってくれておりましたありがとうはい、えー、それでは CM いきたいと思います CM でーすこの番組は 良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしますはいどうもリップサービスですえ森さん今日も顔が大きいですねいや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前良い品たくさん並べたのかお今日も滑り知らず当たり前やお前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで今日も報復絶当間違いなし絶当ってお客さん倒しちゃうんですかそうそうそう笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋とバカ良い品をいつも安くビッグワン <laughs> 叫んでも無駄ださあ悪いことをしてやるぞちょっと待てーああこの声はちょっと待てーすぐ行くからな今ビッグワンで買い物中だからあいお菓子もラーメンも安いなまだですかもうちょっと待てーそういえばシャンプーも着れてたなすぐ行くぞ洗剤も安いない早く来い良い品をいつも安くビッグワン こんにちはということでメールいただいておりますわはいツイキャスも行いきましょうね生放送ですのであお金玉ラジオかな金玉ラジオってねとんこつおさんね仕入れ太郎うと新たなエモリーエピソードにも仕入れ太郎ということで青い帯広さん明日楽しみどっち楽しみなんですかねバイアスロンなのかこの仕入れの 作業なのか岩手のカンボジアさん収録かないや生放送ですよ,ですよ。ということですね、はいろいろいただいてます、はい、リーママさん、観覧いきます、バイアスロンの3連単1位、リップサービスにしました、あららら洗濯機欲しいのでよろしくお願いしますんんとさん明日は何時にどこ集合と。 うん、これ何の話ですか？飲み会の方ですか？<laughs> 飲み会かな？うん、人が集まったら困るらしいですから言わない方がいいですよ。<laughs> ここではお話しされない方がいいかもしれないですね。はい、そうですね。皆さんタレントさんなんでね。<laughs> 皆さんじゃないよ。<laughs> ギリ一人タレントや。<laughs> ギリな <laughs>。ギリやからな。<laughs> えそれじゃあメール。朝井つとむです。はい、つとむさん。えー、明日はバイアスなんですね。はい。四年間頑張ってください。ありがとうございます。 江森さん、去年の3連単の予想でピロンピロン押していたのにそれを誰も入れてなかったのか当選者ゼロでしたね確かに今年は会場に行けないのでテレビで鑑賞しますそれで今年の3連単予想を教えてください大<お>城さん「ポッドキャストアップ早めにお願いします」というそうかうん テテレレビビ当当てててててますよよるるねねそのでで見んしょうだからそうです今年は洗濯機が当たるから洗濯機か上等なうんだらバブルで洗うぞみたいなそうですねうんあじゃあ僕らの意見も少し参考にしていただけるとうんそうだ去年はそうですよピロンピロンがかき乱してそうゼロってすごいですよねゼロってじゃでも そうはね予想はしないよなでも俺らは「ピロンピロン来るかもよ」って言ってたよね言ってました言ってましたやっぱ漫談のね回答をしっかり用意してきたやつですからそうですねでし僕らもまあざっと今日ネタを見てますんでただね本当に今年は分からんやっぱあれですよ正直もうなんだろう全員ファイナリスト経験者ということでうん してると、うん、スタッフさんによるとオールスタートだと言っておりましたというようなお話もしてましたんでねえっとねお笑いバイアスロン上位3組予想あまあそうだそもそもこのキャンペーン何かというとそうですね3連単とは何ぞやとお笑いバイアスロンの上位3組を当てようというのをお笑いバイアスロンのホームページでありましてそう、はい、ですねこれが当たれば、うんえー、当たった人たちの中から抽選で1名で洗濯機が当たるという。はいうん のえー、FM のスタッフ内で、あのー、みんなでどうした、洗濯機をあ、えー、ウルトラファインバブル洗浄搭載洗濯機、東芝のシックな洗濯機ですね、これ、うん、洗濯機、おしゃれになったね。ねあ<ー>ということで、はいえー、国吉さん、しんとすけの若さを期待する、リップはいつも練習してるのを見てるからということで、1位、しんとすけ、にリップサービス、3位、ドラゴンマニエルというああ。 大大城城ささんんですよねリップサービスはやはり丁寧審査員受けがいい確かにでもね客受けと審査員受けがあってっていうね思いまそうですね細かく見てますかということでリップサービス1位位ノーブレーキサインドラゴンマニアそしてあさとミムさんかなリップサービスだと思いますと1位リップサービス2位初恋クロマニアインノーブレーキという。 というここでですす<ー>れ漢字なんてうんてか,か、はあ、リップサービス好きだから 1, お<ー>1位リップサービス2位ノーブレーキ3位ン発酵袋マンに。お 同じじゃないですか。ね、あ違うちょっと前後して。あ、そうですね。ノーブレイキさんと勝恋さんが前後してる。なる,なるほど、なるほど。ミスチーさん、やっぱりリップサービスが面白いと。1>, <ー>1位、リップサービス、2位、アリンクリーン、3位シントスケと、しんとすけえー、そして、奈良さん、社長ですね。ダークウォース軍団ということで。1>, <ー>1位、しんとすけ、2位、ノーブレイキ3位、トコトコいという。ああ、いいですね。こういうのが、でも、例えばね、まあ、我々4連覇してるから、うん、まあ、言ったら本命っちゃ本命じゃないですか、このダークウォース。東海帝王ですよ。<laughs> ダービーでいったら銀メダル経験もあるノーブレーキ着実に上がってきてる初恋クロマニオンとかは予想してる人が多いから抽選になった時に分母が多くて当たらない可能性は高いわけよね2回戦わないといけないですよねそそうう競馬とかと一緒ですよね大穴を買うと当たりやすいと当たった時がでかいぞと。だから どうなだからまあ折り混ぜ方ですよねだから一番いいのはね軸を決めてそこに大穴を混ぜるとだから僕はね今年なんかねはいアリンクリンが方言沖縄テイスト入れてるけれども方言方言してなかったのよ丁寧でしたねだから 審査員はアリンクリン好きやな人もいるし、うん、ちょっとアリンクリンが怖いかなと思うんですねでもアリンクリンってまあこの大本命っていう感じではないじゃないですかそうですねだからこれはアリンクリン入れといていいかなと思ってるんああ<ー>、うん、僕はね、うんえー、ハンサムさんが<ー>今日見た中では<ー>面白かったですね面白かったですかだしですし、うん やっぱ沸きそうお客さんがごえくさんのということで沸きそうな気もしますの今話題のということで問<あ>題のハンサムさんということでね<ー>、うん、じゃあまあそこらへんなのかなまあでもこの一番のまあ僕らがファイナリストでありながら始めたこの経緯は優勝を逃した時に傷つかないようにということですよね 当たった喜びで総裁しようぜという。そうだからまあ悔しい僕らが負けて、まあ特に悔しい人たちを上位にしといた方がいいですよね。そうです例えばまあノブレキさんとか初恋さんとか仲いいじゃないですか。優勝まあ僕らが優勝できなくて、まあ例えばノーブレキさん先輩ね優勝した時にまあ嬉しいじゃないですか。嬉しいが出てくるよね。ハツさんも嬉しい。悔しいけどまあでも一緒に頑張ってねライブとかもしてるから。 ユニットも組んでるしねあ嬉しい気持ちもあるとまた先輩というのが絶妙に我々の心の傷を浅くするよねだから他事務所の後輩とかに負けるのが一番嫌なんですよとかゆっくりに負けるのきついなとかもう僕らよりもう売れてるじゃないですかっていう人とかに負けたらクーまた離されるみたいなハンサムさんとかじゃ俺はもう 1位アリンクリン、2位ハンサムでと思う。ああ、なるほどね。多分。で、新藤透どうですか？新藤透。新藤透な。新藤透に負けるの怖いですよね。いやですね。すごいいや。雑ないじりしてるから今。あのもう後輩全とした対応でいじってるから、なんやネタの実力は。 俺らより上なんかいってなるとちょっとパワーバランスおかしなるでそうそうできんくなるくだりが多すぎる、うん、<laughs> そう嫌や,やな嫌ですねでもさリップサービスリアルに、はい、リアルに行くなら23位ぐらいに落ち着きそうな感じもするのよなぜなら、はい、やっぱ4連覇ってちょっと番組的にもうちょっとしつこすぎると、うんうん、まあもうすぎすぎやとだって言っても皆さんあれですもんね、うんあのー、作家さんですから作家さんですから作家としては、うん どっちの番組を作りたいですかですすかよねそうですよ <laughs> 実際去年中野さんという方はリップサービス3連覇ここ3連覇だから差し引いて点数つけたっていうコメントちょっとしてますからしてますよね4となったらさらにですよだから厳しいですよ戦いはもうよっぽど飛び抜けないと厳しいですよドローか金差じゃもう負けと一緒ですよねそう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 ドローか金差だったらリップサービス下につけようになるから例えば これはリップサービス優勝じゃなかったらネット荒れるだろうみたいな、うん、あ明らかだろうみたいなところまでいかんとさすがにこれリップサービス優勝でしょってならんと厳しいからクーリアルに俺3位ぐらいリップサービス3位ぐらいちゃうかなと思ってんねや <laughs> <れ> <laughs> 保険保険とルルろ沖縄さん保険だからもう俺らが優勝したとしたら よっぽどやっぱすごいんだろうねどっちの保険もあるウッチーさん2人とも考えすぎやな去年も同じこと言ってたと思うあ言ってた言ってたかでも去年も同じこと言ってちゃんと優勝してますからそうよね去年よりきついのが3連覇っていうのは番組の一個のストーリーを語る上で3連覇してたあいつらがいたねというのはあるのよ4ってちょっと何なのと4ってちょっと何なのともういいよと。 うんなる可能性あるはいだからリップサービス3やと思うわじゃあ3にするか1アリンクリン2ハンサム3リップサービス洗濯機を当てよう洗濯機も当てられるし銅メダルまだ持ってない銅メダルももらえるしいろいろいいもちろんあれよ1目指しますよもちろんよそれはもう大前提としてただ我々は 取れんかった時のダメよ。そうそうそう。洗濯機で何とかしたいと。そうそう。リスクヘッジ。リーママさん、三位。三連単送る前に行って欲しかった。訂正したい。洗濯機。あ、でも訂正。まだ番組中まではいけるんですよね。これ。あ、そう。今日動きますよね。確か。三連単締め切りは番組の中にあったはずです。うん。だから。コントを見て。から。決める。でもいい。遅くないと思いますよ。ま この今のは我はね、あくまで、なんていうかわかんないですかなかわさ、可愛さですそうそうそううっちぃさん、でも去年はノーブル勝つかなと思ったけどね僕らも思いました、もう完全にねあちょっと差し入れ的な感じでえおお久しぶりのおー、久しぶりです何のね、ノードンさんがありがとうございますおーめっちゃ久しぶりですね、なんかえお忙しいのにありがとうございますありがとうございますなんだろなーあっみたらし団子でございますなーりー 見たらしい。な、な、何個ついてるんですか、団子。団子一二三四。めっちゃ割れた、マイクごめんなさい。四、四個ある。あの、団子が四個あるのが四口ついてるわ。うわ、もうこれ、四。ちなんでるな。ちなんでくれてる。ほーすごい。俺の今の、ほーほうっての、もほーっぽく。ちなみにどう、下げるな。ちなんできたかったんや。ああ。じゃ、あちょっと、せっかくなんで。

何すか悪いことしたんすか初めは遊びのつもりだったけどみたいなあ1すっとこやったらどうすると内井さんこれが嫌なんですよね1すっとこだったら嫌っていうかプーキーだったら嫌なんですよプーキーだってもう今日弁当2個食べてるからんかもう元んかさらにメダルまで取られたらあいつめっちゃ得してるってなるよなもうんかねなんかそうあからさまに出してきそう態度すごく ボケなんですけどボケとしてやってるふりして本当にマウンティングしてきそうなんか上でエッ感出してきそうやからねそうそうそうああウッチさんあきこさん登場せえへんかなあきこさんはね当日入りです当日まだあきこは沖縄の地に行ておりませんあそうですねうんうんありがとうございます本当にはいというもいただきますねじゃメールをねあ え、紹介していきましょうか、ね。見、うん、たらしってほんま美味しいよね。うん、う,んうん、うまいはい。こちらリップサービスさん、大城さん、なんだかお久しぶりな気がする。なごなまりけいですお。お久しぶりですえ。この間友達から急に相談がある。言われて聞いてみたら、うん、体が痛くて整体行ったらいろんなところ騒い。あさわやされたらしいです。初めはあ最初初めて行くところだし、こんなもんなんだと思っていたけど、うん、だんだんひどくなってきてしまいにはおっぱいは静かみされてたと言ってました。 その子は急いで、えー、店を出たらしいんですけどお金払わないで出てきたのを気にしているようでした私はそんなの絶対払わなくていいむしろあっちが払うぐらいだよって言ったんですが、うん、お二人は払われてもわしづかみにした後、ねうん、はい」ってやられても、うん、5000円とか言われてもな、うん、お二人はどう思いますか、えー、払って出てきた方がよかったですかでは当選挙パーティー行ってきますという,おういやーそれはこれはいいです払わなくてね<え>、うん、なんかそういうエッチなビデオありますよねあるシリーズで あの皆さんやってますからってうあの強引なんですよねこのお胸を触るときはここにねリンパが集まってるからここがっていうキラーフレーズその1リンパその2皆さんやってますから。 完全にもう後半で行為が始まった時はもう、うん、もう「チョ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 」みたいな感じで <laughs> 挿入までいくというね<ー>最後のロジックはないんかよみたいなね <laughs>、うん、いやでもそうかでもなんか実際、はい、それもレアケースでしょうけど、うん、生態史とお客さんが関係を持つというのもやっぱあるみたいですよねああんかまあこの話したことはありませんでした、うん、生態 オンブモさんさが生態の話をなんかよくされてたようなイケメンの生態師さんがいるみたいないそう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 かでもあれなんやろうね多分こう生態師側もこの子かわいいなってなってなんか他のマダムみたいな感じで私に俺にうっとりしてくれへんかなみたいなあ<ー>そっちがその気なんやったら俺も行くよどうおっぱいもみ <laughs> っていうああ。ありますよ青いおんぶひもさん、えー 生体でおっぱいどころかあそこの穴付近を揉まれたことあるけどここがツボだからって言われましたああここがツボだからツボだからね何のツボなんですかねあと血行を促進するためにっていうのも一個ロジックですよね確かにね「ルルル沖縄さん AV の見過ぎ名古屋森恵子さん本当話聞いてて AV っぽかったです」とねえ実体験でうんまあでも本当に なんていうのお乳の周り付近にツボがあるのそれを押して、うんうん、うわっ,って思う方もいるかもしれないじゃないですか一言言ってもええかもね確かにねここにちょっとツボがあるんですけど嫌、うん、だったら避けときますけどみたいないきなりしわしづかみって <laughs> 確かにねもうツボとかじゃないからね、うん、もうそれはあこれはもうで逆に請求してこないってことは、はい、向こうもなんか 後ろめたいことがあるから請求できてないんじゃないですかそうですよねうん、うん、請求し金払えって言われるまでは払わなくていいと思います、ね、いいと思いますあ <laughs> うっちさん、うん、ああいいですねえ森の好きそうなシチュエーションやな俺めっちゃ好きなんですよ <laughs> <laughs> アロマみたいなやつとか好きなんですよね <laughs> オイルマッサージで <laughs> アロマかかしながらオイルマッサージ 無料でしますけどどうですか奥さんみたいなシリーズ好きなんですよ何の話またさせられているのかこちらホルモンかわせらにいただきましたええちょっとどんこつじょうさん揉まれたことないといいやそれがいいんですよなんで正常ですからねああ青いもいもさん手を引っ張ってあそこを触らせようとする人もいたえイケメンだから触ったけばよかったなあららそう思われるんでしたらよろしいけどもはいこれは ねえ人によってはもう PTSD もんの恐怖ですよねと、ねうんこつしおさん青いむひもさん盛り上がってますけど、まあ、続きはね、うん、明日の飲み会で <laughs>、うん、やってくださいあきこさん交えてやってくださいもう待ってあきこももうあきこも私も経験あるでとか言ったら地獄やな、ね、<laughs> <laughs> 俺若干その飲み会顔出せ言われてるから <laughs> その時の子供が康介やってるっ勘弁しておやじそのこと知らんから多分 <laughs> <laughs> えこちら「はい、時間があればお願いします」ということでホルモン小ちさん。 えー、先週放送の「スイカの種まで食べたら体内で育つ」の話は、うん、え志村県のバカ殿の中のスイカ人間が影響していると思います、うん、バカ殿がスイカの種まで食べて頭がスイカ体中からえ歯やつるが出てお化けみたいになってましたね、えー、子供の頃そのテレビ見てからはスイカの種食べるのやめましたよというはー、まあちょっと怖いよ、ね、すごい、うん、目覚めよケージャージ世代みたいなメールがはあそういうのが影響して僕の親とかがうん そういうのにインスパイアされて僕に売ってたかもしれないですね、うん、じゃあスイカ食べたらスイカが中で育つよとそ,その可能性はありますね。うん、ああそういうのがあるんですね。うん、はい。で続いて、えー、リップサービスさんこんにちは。こんにちは。ちは韓国のアイドルトゥワイスのなんやえー、チェアアップ。 c h e e r アップという、うんえー、曲の日本語バージョンに出てくる歌詞で「奪いに来てよ」という部分が「よばいに来てよ」に聞こえる何りの音です<ー>何回聞いても、えー、そう聞こえますお久しぶりです、はい、お久しぶりですね、えー、先々週江リさんがバイアスロの記者会見に欠席した話を聞きずっと江リさんのことを考えていたのか、えー、ついに夢に江リさんが出てきましたそれも江リさんにキスされる夢で夢の中の江リさんはキスがめっちゃうまかったですディープキスしててこんなに私は欲求不満なのか本気で悩みましたエモリさん さんはキスがうまいんですか。だ、ヘランから試させてみて、よまえに来てよ。ではでは、明日のバイアスロン頑張ってくださいということでね。あの、全然ね、この住所だけ送っていただければ。あとあの鍵だけあげといてくださいね。はい。そしたら、もう全然いきます。上手だったら、どうするんですか。どうするんですか。嫌でしょう。キスのうまい下手って何なんですかね。だってね。二人でやってることだからね。ね。加減とかがあるのかね。 自分に合うかか合わないかないんでしょうかねこの定義がわからないから難しいですよねなんかもう昔の例えで例えというかまああの迷信みたいなさくらんぼの,の下手を、うん、あ結べる人はうまいみたいな口の中でね口の中でうん,んなんか絶対できるんですもんね だってキスの時にささくらんぼのヘタを口の中で結ぶような複雑な動きでチューしてくるやつキモいやろそうですねなんかすごいみたいなそれはもうやりすぎな感じしますけど先ほどのダ田武史さんのね生態の話ですね警察に相談してもいいと思います「整骨院にお金払う余裕がなくなるような理由がきちんとあることだし」と。 確かにね。うん、そうなんかね、お茶をちょっと AV の話なんかでお茶を濁しましたけど、普通に犯罪ですもんね。はあ、確かにね。普通にセコハラですからね。うん、いいですね。ありがとうございます。はい、こちらうん、金曜のゲスラジオ。ゲス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 ちゃった違うんだよな。<laughs> チンコ、金玉金玉チンコ。ヘイヘイヘイ時には金玉ムーブメンテンション高 <laughs> 明日に向けて テンンショががもう上がってますねアイドリングの時間が長いな <laughs> すごいよね<ー>、はいいい。これも全然もうこのメールをためて出るとこ出たら俺で何ぼかもらえるんちゃいますよ。警察に相談したら<ー>いけるよな。接触禁止令とかぐらいを出してもらえるかもしれないです <laughs>、えー。おかん、待て銀メダルやないで、金メダルやで。そんなバイアスロンに行けることになった豚骨臭です。ナラキンさんおっ ボスロン、ー来る気があるんですよこんにちは東京の、ね、ライブも来ていただいておりましたありがとうございますナラキンさんフカンマイスター近所変態赤ぶちちゃん暑いですね明日やな遅刻するなよ今日はいつもの刺身屋さんで刺身を買いましたこの刺身屋さんイカ、タコ、貝の三天盛りをミックスと呼んでねと店長から強要される都のおじさんがやる刺身屋さんです、うん、皆さんは言い方を強要されたことはありますか 私は最近 FM 那覇の社長が奈良野郎だったのね奈良さんね奈良野郎がいじりにくいワードになってしまいいぶりがっこですでは明日は遅刻するなよふりじゃないからな金玉二足歩行をやろうといういただきましね。ありがとうございますそうねミスは続けないことが大事ですからねまあ明日6時入りですよ早いですけどもねいやですね遅刻だけはしたくないですねはい言い方強制されてる あ必ずミックスと呼んでくださいでもあれが嫌なんですよあの居酒屋のなんかさ居酒屋さんの独自の名前メニューの何回名前あるじゃないですか、うん、な,んなんとか仕立てのなんとかピザみたいなさもうやめてくれとなりますよね <laughs> <laughs> 頼む方は酔っ払ってるんだよとだからとかあのエグザイルが、うん、あのちっ なコンビニのチキンとコラボした時期に l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  チキ <laughs> ローソンですよ L チキもあるからはい、はい、L チキくださいえ店員さんが「エグチキですか <laughs> ?L チキですかどお,お客さん」みたいな、うん、もうそっちのネーミングのせいだからそうやねんな <laughs> これさあのー、またエグザイルというのが我々にとっては厳しいラインで、うん、あのイケイケの忍ちゃんたちの、うん ことは別にファンやないんやでという自意識が邪魔して逆に頼みづらくもなっちゃうしねあと最近なんかね D カードドコモンの D カードははいはいはいで蔦の T カードあるじゃないですかで D カードお持ちですかって T に聞こえて T 出したらあ違うこれ100回目ですみたいなもう今日100回目ですみたいなテンションですいませんあの D T じゃなくて I なんですっていうような感じだったらまだいいんですけどあこれです。もうちょっと T の黄色と青が見えようものあこれです。もうこもうこもういやもう百回目か知らんけど僕はじ初めて初めてだしもう。 新規参入だからそうかそれはちゃんとやったらなあかんよなだ今はちゃんと言ってくれますけどねドコモの D カードお持ちですか多分なんかこの話があったんでしょうねうあったんやろうなあいやいや,いや <laughs> これないですよねだから俺が写真撮るときに、うん、エモリさんの隣だと顔が小さく見ていいわっていうのを100万回言われてきて俺が、うん、えー、<laughs> ってなってのと同じシステムですよあっちはもう渾身、うん、の,のボケ そういいボケー見つけた人生初のエモリさんとの写真いじりやけどこっちはもう擦り切れまくって持てるから指紋がなくなるぐらいもうられて持てるから何のときめきもないけどその場合はでも悪意がないからね D カードと T カードはだからちゃんと対応してほしいよね確かにな B カードとか出てきたらまたややこしいねややこしいなうん B カードあああ、B、カードじゃないです。D カードです。あ T カード。うん、チャンス。ああ D カードです。ってなるから。<laughs> めっちゃ混む悪 <laughs> あれしい。アメール、もう1つ言っていいかな。<あ>それから、こんなに行こうかな。えー、大城あ新谷さん、大城さん、シェフの気まぐれ金玉さん、こんにちは。<laughs> <laughs> おそらく円楽と思われるものです。ああはい、いや、低い。低いなー。近っぱい、低い。<お>ここで豚骨臭さん、苦笑、うん。リスナーのリアクションまで強要してます。近っぽ。<laughs> えー、中で何でも聞くところによるとモリモリに持ったネタメールでメジャーなラジオ番組コーナーで大賞を取ったパクチー金玉がいるとかいない, <laughs> い<や>おい,すごいなおいおいちょっと待ちなさいよ世の中にあなたより低い人がいるのだよと、えー、以下、えー、その人からの話から抜粋します、うん、ある日風邪をひいていた彼はアジャにある某そば屋さんでそばを食べている時風邪薬は食後すぐに服用した方が効果的なイメージを持っているが車に傘を置いてきたことを思い出す食べている、まあえー、車に、うんうん 車に水をを置いいてきたことを思い出す食べている途中にくる、えー、途中に薬を取りに行って片付けられてしまうのも嫌だし食べ薬を車に取りに行ってたぶんそばを片付けられてしまうのも嫌だし食べ終えて退店してから、えー、薬のためだけに水を買うのも不本意なのでと考えに考えた結果お冷屋を含んだ状態で車に戻るという奇策を敢行さらには、えー、店から車までのほんの数歩の距離に何 死にす距離にすら臆病になりそば上宮の小松明氏とエンカウントした場合挨拶しなければならなくなる事態を避けるため若干うつむき気味で車に戻り無事風邪薬を服用したというして安堵したという話これ低くないこれこそリアル低みちゃう <laughs> どっかの赤た 金玉赤ワイン煮込みが金玉赤ワインみが国道である58号線を剣道と聞き間違えたり実際には存在しない玉ルリスナーの友人を脳内召喚している間に目の前の相方さんはリアルな仕組みエピソードを惜しげもなくラジオで披露していたんですねあ言い忘れてましたが上記、えー、のそば屋の話は2017年2月17日金曜日に放送されたリップサービスのオリジンアワーにおける深夜さんのリアルな仕組みエピソードでしたあヤマトゥーさん金玉ギャラクシー賞おめえということはい。 いただきました。これそう僕の話ですよね。これ深夜の話よね。これ出したらいけるかな。これいけんちゃう面白いと思うで。言ってみした。ああまたちょっとウィットに飛んだなんかフレーズも入れつつね。入れつつ。まあまとめるとまあ風邪ひいててあのまあでもまあお昼ご飯そば食べてでまあ風邪薬は車に忘れたんですよね。でそば食べてる途中にあそば食べたらすぐ薬飲まないと。 であ薬、車に置いてきちゃった、うん、どうしよう、じゃあ戻ってから薬飲もうかな、でも水ないな、うん、水、薬飲むためだけに買うの嫌だな、うん、どうしようって、でそば屋の水を口に含んだまま、車まで戻ると、うんうん、でも確か、このラジオの収録の後で、ホルモン小発さんが、俺もそば食べに行こうかなみたいなこと言ってたなと思って、うん、ホルモンさんと鉢合わせしたら、挨拶しなきゃいけないな、うん、その時に水含んでたら、 <laughs> もう水飲むから <laughs> はい、はい、もったいないから節 <laughs>、うん、目がちでもう誰にも会わないようにこれはいいですよいけますよいけますか <laughs> ほんまにほんまにでてくる薬ちゃんと飲めました今週に1本ぐらい引くみエピソードをああ紹介してるから、はい、まあまあでもなんか こうまたスペシャルウィークみたいな時にこの大々的に企画やる時にまずストックしといてもいいかもねあ,ありがとうございます、うん、じゃあこれをまたギャラクシーのトロフィー目指して、うん、2>, 2つ並べて <laughs> ああいいですねますか<笑><笑>いいねひくみコンビのひくみトロフィーが嫌 <laughs> ですね、えー、ありがとうございますありがとうございますえー、じゃあいったん CM いきましょうかねはいほ、はいだら CM でーす ビッグワンの提供でお届けしました。 サービスのボットボットこんにちはのコーナーはい、はい、ということで、えー、今回はミスチルが歌いそうな代、えー、<あ>行町の二人の歌というやつですねもうこれボットボットでもない気がします <laughs> まあまあちょっと外れてますけど <laughs> はいじゃあ、えー、オリジンあそうか代行町の二人というのは男は女性と どっか行きたいいいははい、ホテル的なとこ行きたい行きたいでも代行を呼んだという読んだこのせめぎ合いね、はい、ではあうよんぶいほんさんから頂い,いた歌詞「はい、魔法を解きたくない悪あがきでキャンセルの電話を入れたい僕」あ<ー>あ<ー>魔法うんそっか魔法と表現してますねこの代行待ちの。 悪あがきの言い方とかちょっとイメージできたわ <laughs> わらがきれたくない僕みたいな <laughs> あ<ー>わらがきっていうの <laughs> あ<ー>わらがき <laughs> 続いてえ僕の中の理性が揺らいでいる知りたい知りたい君の中外は雨声が濡れない箱の中<ー> <laughs> 箱の中いいですね知りたい知りたいですねあ <laughs> <laughs> いいね、箱の中もう一回もう一回的なやつやね,ね、うん、続いて「唇を奪った君の口からカニカマの匂いがした魔法が溶けたさあ明日に帰ろう」いや <laughs> カニカマとか言うかな言うかなでもあのー、ねたまに変な曲ね冷やし中華始めましたみたいな曲なかったっけ、うん、あちゃうかあれは全然ちゃうか <laughs> UFO を見つけましたみたいな曲があった気もすんねんけどな <laughs> たまになんかちょっといちびってるなみたいな歌詞あるよアルバムの中に入ってたりとか、うん、そうよ、うん、いいですね今のはどうなったですかあお今の3つ全部お見事さん続いてゴンイビさんミスチルがうさ歌いそうな大根町の歌詞「2人だけの時間すぐそばにいる僕は LINE で君に一言楽しかったね」<ー>そしたら君は LINE で笑顔のスタンプを返してきた 一と言言えば素直に笑顔を返せば沈黙の車内に LINE の通知音だけが響き渡るデジタルワールドああーそうか LINE とかってまだ使ってないですよねフレーズとしてなんかミスてる LINE 使わなさそうな感じもするけどねうんデジタルワールドいいねイノセントワールド的なデジタルワールドですね <laughs> いいですね、はあ、続いてとんこつ衆さん、えー、ミスチルが歌いそうな大根町の二人の歌「君がいるだけで車内の光がきらめき出すよオウーウェイ」僕が「僕が何か動くのが1秒先からこぼれるようで君が過去から歩き出す」 オウェイ <laughs> おおうウェイがわからないんだよな大広町の二人のまあるい光が大広町の二人の未来が左手の指からこぼれ出すいつかあるがままの僕からあなたに言えることができたなら <laughs> ウェイ伝えたいんだ C 倍してくるってさー最後 C 倍ですか、うん、急にううなが入ってきてきんかもう も急にちょっと脳がね、なんかパニック状態に陥ってますけども。おう、本当ひらがなで、おう、うえい。った階段でも、なんか手のひらからこぼれ出すみたいなことは言いそうですよね。はいはい、<laughs> そうですね。ええ。ということで、以上でした。はい、こちらにもありますよ。うん、ええー、こうたくんですね。こうくん。お揺れる体、くっつく二人、進む未来、夢の旅を。<laughs> これさ <laughs> 下手したらリスナーのちょっとポエムになってしまうからは <laughs> ずいよねちょっとねはいあと一個ありますよはい、えー、夜中の道に進んでいく夢の馬車よ <laughs> <laughs> コウタ君夢の馬車よ意外にコウタ君詩人やね,ね夜中の道に進んでいく夢の馬車よ夢の馬車 あいいね、はい、車を馬車に例えるのが何でやろうね車より馬車の方が揺れるからああ揺れる男女の心を表現してるんちゃうかそうかなああもしかしたら大根の運転手さん馬かもしれないですねあなるほど <laughs>、えー、バーテンかから来てるかもしれない <laughs> 馬ね<ー>いいですね こうラブホに行きたいって言いたいけど言えへん自分に無知を売ってるみたいなねい<や> <laughs> そこまであるかな考察したい、えー、考察したいねこうたくんの歌詞を考察しようのコーナーもえない,<や>いいですねじゃあボッとボッとこんにちは番外編が来てます、はい、前回紹介しきれなかったのですが気になる展開だったのでたんこまさん大人男の顔をしているなと思う瞬間ぼっと飲み会の帰りに不意に後ろからギュッとされた時 つい2週間前の話ですがその後何もありません残念ええキュッとされた知り合いからですかねいやでしょうよそうかじゃなかったら事安じゃなかったら事安ですよねですよね東京都江戸川区でみたいなそうですねうん以上はいありがとうございましたうんはいえじゃあモストバリアブルボットは夢の馬車ですね夢の馬車光太君ボットじゃないけどねまあいいかはいどうしましょう えー、お笑いバイアスロン優勝者ボットみたいなのしますあ<ー>、うん優勝者コメントボット2017はい、うん、にしましょうか誰が優勝ああでもそっかけ決定してるから,してるからもっと優勝者、うん、あどうしましょうかね、うん、お笑いバイアスロンボット,バイアスボットしますか 名言がし、うん、な,んならもう放送中のフレーズをそのまま送ってもらってもね,そうですね面白かったとかね、うん、とお笑いバイアスロンボットはいはいい,うことでお願いし日バイアスロン本当に皆さんチェックしていただいてそうですね、えー、普通に楽しんでいただければと思いますもう皆さんは楽しんでいただければ会場 また審査員の後ろに陣取って、はい、より笑い声を大きく聞かせるとそうです、ね、いう役割をやっていただければと思います、うん、我々、マジで買ったの、ちょっとこれ、意味こ、マジでこの効果あるんじゃないかなと思う時きありま、ね、いやだってもうオリジンライブと同じ顔ぶれで、まあ、審査員がね、うん、ちょっと緊張しますから単純に我々が落ち着くという、ね、後ろに焦点を合わすんですよね、非常に落ち着く、いや心理的な効果はね過去4回絶大でした、は、うん、皆さん。はいま ぜひとも我々安心させてくださいね。ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、えー。ということでお時間やってまいりました。はいえー、お会いでしたなリップサービスモリト。深夜でした。さよなら。